ベラルーシ、ベラルーシ共和国、ベラルーシ共、ウアー国、通称ベラルーシは、東ヨーロッパに位置する、共和制国家。日本語では白ロシアとも呼ばれる。東にロシア、南にウクライナ、西にポーランド、北西にリトアニア、ラトビアと国境を接する、世界最北の内陸国である。首都はミンスク。ソビエト連邦から独立した。国際連合には、 ウクライナと共に、ソ連時代からソ連とは別枠で加盟していた。また、ヨーロッパ州で最も北にある内陸国の一つでも、ある。正式名称はベラルーシ語で、ラテン文字表記は、レスプーブリカ・ベラルーシ。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・ベラルーシ。通称、ベラルーシ。日本語の表記は、ベラルーシ共和国。通称、ベラルーシ。17世紀に、 ロシア帝国の支配下に入ると、ベロルシア、ロシア語と名付けられ、日本語でもこれを訳した白ロシアの名で、長らく定着していた。この場合の、ロシアは、ロシアのことではなく、ルーシの意味。ソ連崩壊直後の1991年9月15日に、正式な国語をベラルーシ語を尊重した、ベラルーシに定め、各言語でもこの語を用いるように要請している。 ロシア語でも、の名称が使用されるようになっている。ルーシの人々は13世紀から16世紀にかけて、モンゴルの支配を受けた、タタールの首引き。その際、モンゴル人が中国から学んだ文化である、方角を色で呼ぶ、方法、五行思想をルーシに持ち込んだため、赤ルーシ、南部、ルーシすなわち現在のウクライナ西部、白ルーシ、西部、ルーシすなわち現在のベラルーシ、 黒ルーシ、北部、ルーシすなわち現在のモスクワ周辺という名称が生まれ、そのうちの白、ルーシ、ベラルーシが国名として残った。ベラルーシは内陸国で国土の大部分が低地であり、最高点のジェルジンスカや丘陵でも海抜345メートルである。最低点はネマン川の海抜90メートルである。 国土の20%を占めるなど湿原が豊富で、南部に最大の湿原であるポレーシエ湿地がある。約1万千もの湖があり、それを突き通すように、北部を通るダウガバ川、西部を通るネマン川、東部を通るドニエプル川とその支流であるプリッピャチ川、ベレジナ川、ソジ川などの主要河川がある。気候は、おおむね温暖で湿度が高いが、 東部は冷涼で大陸性気候の特徴が見られる。ベラルーシの主な天然資源は森林で国土の45.3%もの面積を占めている。その他に、ベータン、加工岩、泥灰は、チョークが取れる。少量の石油と天然ガスも産出されるが、国内需要を満たす規模ではなく、エネルギー資源の大半をロシアからの輸入に依存しているのである。 住民は、ベラルーシ人が83.7%、ロシア人が8.3%、ポーランド人が3.1%、ウクライナ人が1.7%、ユダヤ人が0.1%である。2009年。かつては、首都ミンスクの人口のうち、ユダヤ人やポーランド人が多数を占めていた時期もあるなど、他民族が共存してきた歴史がある。隣国ウクライナでは、 ウクライナ人民族主義が非常に強く、国内に民族対立を抱え、結果的に2014年には深刻な内戦に陥っていたことと比較しても、ベラルーシでは民族主義的な意識は低く、ベラルーシ人とロシア人などとの民族間対立等は起きていない。今なおミンスクには巨大な霊人像が残るなど、ソビエト時代を肯定的に捉える国民性もある。 言語は統計上の母語の割合はベラルーシ語36.7%、ロシア語62.8%であるが、長年にわたるロシア帝国、ソ連支配下による影響でロシア語使用が推奨されてきた経緯のため、多くの国民は日常的にはロシア語を用いる。2009年の統計によると全人口の72%が家庭ではロシア語を使用しており、 ベラルーシ語は11.9%に過ぎず、母語と家庭で使用される言語とでは差がある。ソ連支配を脱した独立当初の公用語はベラルーシ語のみであったが、1995年の国民投票により、ベラルーシ語に加えてロシア語が正式に公用語に格上げされた。ベラルーシ語は主に地方農村部の一部では話されているが、特に強い保護政策も取られておらず、 独立以後国家ぐるみでウクライナ語の復興が進められてきた隣国のウクライナとは対照的となっている。ミンスクなどの都市部ではベラルーシ語はほとんど使われず、政府機関や案内表記などで見られる程度であり、ベラルーシ人自身にとってもベラルーシ語を正確に使いこなせる人は少数派である。ベラルーシ語の復興が進んでいない理由として、そもそも ベラルーシ語はもともと農村ソン部を中心に話されていた言語であり、19世紀頃でさえ都市部ではあまり使われていなかった言語であったからでもある。宗教は東方正教会が80%である。その他ローマカトリック、プロテスタントなどが信仰されている。1997年、推計、ロシア正教の古儀式派のポモールツイ、ベロクリニツキー派。 ベグロポポフチなどの神徒も存在する。6から8世紀にスラブ民族が移住開始したと一般に言われていたが、近年では古代からすでにスラブ民族はこの地に定住し続けていたという説が有力である。9世紀のキエフルシの一部だったポロツク公国がベラルーシの始まりとされる。バルト海と国海を結ぶ通商路として繁栄した。 10から11世紀にポロツク公国は半島を拡大し、キエフルーシアノブゴロド公国と争った。南部には10世紀末にトゥーロフ公国が成立。一時、モンゴルに征服される。12世紀から13世紀前半には10前後の公国が存在し、ベラルーシ人の民族意識が高まり、団結してドイツ騎士団やモンゴル帝国と戦った。世紀までに、 ベラルーシの地域、ルーシと呼ばれる地域の北半の広告はすべて、リトアニア大広国に併合される。リトアニア大広国における貴族の大多数は、実は、リトアニア人、リトアニア語を母語とする人々ではなく、ベラルーシ人、当時は、ルーシ人、のちと呼ばれたで、リトアニア大広国の公用言語はリトアニア語ではなく、ベラルーシ語、当時は通常は、ルーシ語と呼ばれ、さらに、 リトアニア大公国の艦長で使用された公式言語であることから艦長スラブ語とも呼ばれたが使われる。1385年、クレボの合同により、ポーランド・リトアニア合同が成立すると、ベラルーシを含むリトアニア大公国全域の貴族の間で文化や母語の自発的なが始まる。クレボの合同後最初のリトアニア大公であるピーター・タスが1430年に没すると、 リトアニア大公国貴族によるポーランドの文化と言語の需要が加速した。1569年にルブリンの合同により物的同君連合としての単一国家であるポーランド・リトアニア共和国が成立するとこの地域の文化のポーランド化がさらに進み、リトアニア人とベラルーシ人を含むリトアニア大公国のほぼすべての貴族がポーランド化した。この ポーランドへの同化現象は1795年までの3度に、渡るポーランド分割により、ベラルーシ地域がロシア帝国に併合されるまで続いた。この間、貴族層の家系の大半と、その他ルーシ人の多くはこの時代までにローマカトリックに改修を済ませ、母語もポーランド語を使用するようになっていたが、相変わらず、ルーシ語を母語とし、東方正教会を信仰していたものも、 農民層を中心に多数いた。その後ロシア帝国に支配されていた時代は、地方自治レベルでは、旧ポーランドリトアニア共和国の貴族、ほとんどがローマカトリック教徒たちに一定の権限が許されていた。その間貴族たちは、ポーランドリトアニア共和国の独立を目指す放棄を二度起こした。1830年11月に行われた大放棄。 11月放棄が失敗に終わると、貴族たちを中心に、ポーランド系の多くの人々が、ロシア帝国を脱出し、西ヨーロッパやアメリカ大陸の各国へ亡命した。これは、大亡命と呼ばれる。それでも、民主ポーランドを復活させようとする人々は1863年に2度目の大放棄、1月放棄を起こす。これが、ロシア帝国によって、再び鎮圧されると、 ポーランド貴族や、商工民やインテリは、キリスト教徒であるか、ユダヤ教徒であるかを問わず徹底的な迫害にあった。その結果、この地域の中産階級以上の人々、ほぼ全てが、ポーランド人ポーランド化した家系の人々、マイナスであったは亡命するか、あるいは財産を没収されてほとんど無産者となり、中産階級そのものが滅亡した。その結果、 ベラルーシに残った人々の大半は農民となり、ロシア帝国による直接支配が進んだ。ベラルーシの農民の大半はポーランド語を話す、ローマカトリック教会信者か、ルーシ語を話す、東方正教会信者かのどちらかであった。前者、すなわちルーシ人からポーランド人となった者は、ポーランドに近い西部に多く、後者、ルーシ人で居続けた者は、 ロシアに近い東部に多かった。1月放棄以後は、ロシア帝国による、ポーランド人、キリスト教徒とユダヤ教徒の間分断政策が開始され、ロシア帝国から俗に、リトアニアのユダヤ人、リトバクと呼ばれる、ロシア系、東欧系ユダヤ人たちが大量に送り込まれた。リトバクたちは14世紀の昔からずっと、ポーランドにいた、西欧系ユダヤ人、 ユダヤ教徒のポーランド人とは文化も習慣も言語もかなり異なる人々で、ポーランドのキリスト教徒とユダヤ教徒の両方から嫌われる存在だったが、あまりに大量に移住してきたのでこの地域の人口動態を大きく変えてしまう事態になった。この段落部分は通常の理解とは異なる。通説的には次の通り、ベラルーシのユダヤ人はポーランドが呼び寄せた聖王ユダヤが、 リトアニアとの合同により、リトアニア領内だった、ベラルーシに拡散したものが中心である、リスニアンジューズ http コロンスラッシュスラッシュ en.wikipedia.org スラッシュ wiki スラッシュ l i t h u a n i a n j ー s その頃、ロシアは、ユダヤ人の移住を認めていなかったので、領内には、ほとんどいなかった。その後、ロシアが、 ポーランド分割により、ベラルーシを含む旧ポーランドリトアニアの一部を領有した結果、ロシアは国内にユダヤ人を抱え込むことになったが、その後も分割領有前のロシア領内にはユダヤ人の立ち入りを認めなかった。このルーシの王民階層、リトバク、そして後にロシアから大量に移住してくるロシア人の三者が、後のソビエト連邦、ソ連ベラルーシ共和国の主要民族となり、 特に最初の日社はソ連の無宗教政策によって完全に融合してしまうのである。1917年にロシア革命が起こり、そして第一次世界大戦の間占領していたドイツ軍の占領が終わった後、1918年には史上初の独立国となるベラルーシ人民共和国が樹立される。しかしこの政権は短命に終わり、 1919年には、白、ロシアソビエト社会主義共和国が成立し、1922年には、ソビエト社会主義共和国連邦に加盟する。この頃に起こった、ポーランドソビエト戦争の結果成立した、リガ条約により西半分がポーランドに割上された。1939年9月の第2次、世界大戦の勃発により、ソ連軍はポーランドに侵攻。 ポーランド東半分の占領とともに、リガ条約により割上されていた領土を、白、ロシアに編入した。1941年からドイツ国防軍に占領されていたが、1944年にソ連に復帰する。ドイツ軍との戦闘は、ベラルーシ作戦として戦死に残る。1945年に、第二次世界大戦が終わると、ポツダム会談での取り決めによって、 ソ連とポーランドの国境が西へ移動され、ベラルーシ全域がソ連領ベラルーシ共和国となり、この地域に住むポーランド系住民は西方へ追放された。この追放をソ連や現在のロシア共和国では移住と呼ぶ。これにより、ベラルーシ共和国は家計がポーランド化せずにルーシ人、ベラルーシ人だったものか、あるいは19世紀にロシアから大量に移住してきた。 東欧ユダヤ系の家系のもの、あるいはその根欠ばかりの国家となったが、さらに、ロシア共和国などから、多数のロシア人が移住してきた。1986年4月26日、ベラルーシ共和国の南のウクライナの最北部にある、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、檻からのハエに乗って放射性物質が国境を越え、南東部のホミエリ。 ゴメリ州を中心とする地域に大きな被害が及び、同州に限定すると91年以降は世界的平均の100倍以上にも達している。一方、非常に軽度の汚染州であるビテプスク州では93年以降霊件のままである。ことから、原発事故による汚染と工場腺がんの相関性が認められる。チェルノブイリ原子力発電所を参照。 1990年7月27日に独立宣言、主権宣言を行い、1991年8月25日に独立が承認された。同年の12月8日には、ベラルーシ最西部のベロベーシの森で、ロシアのボリス・エリツィン、ウクライナのレオニード・クラフチュク、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケビッチの3者の間で、ソビエト連邦の解体を宣言、独立国家共同体、 CIS 創設に関する協定が締結された。9月15日には国名が白ロシアから正式にベラルーシ共和国となった。1994年に実施された大統領選挙ではロシア連邦との統合を目指すなどの選挙公約を打ち出したアレクサンドル・ルカシェンコが当選した。ルカシェンコ大統領は1999年12月8日、 ロシア連邦のボリス・エリツィン大統領、当時と将来の両国の政治、経済、軍事などの各分野においての統合を目指すロシアベラルーシ、連邦国家創設条約に調印した。しかし、その後、プーチンがロシア連邦の新大統領として就任し、ベラルーシのロシアへの事実上の吸収合併を示唆する発言を繰り返すようになると、自らは、初代、 最高国家評議会議長、国家元首について、ロシアには、連合国家の閣僚会議議長、首相に相当のポストを与えることで、ロシアの事実上の最高指導者になる野望を持っていた、ルカシェンコ大統領は反発するようになり、両国の統合は停滞した。その後も、ロシアが、メドベージェフ大統領になっても、ロシアとベラルーシの関係悪化は続いた。 2010年12月の大統領選挙では4選を果たしたものの選挙後に野党の候補者が政権により拘束されるなど野党勢力への弾圧は続いたことでアメリカ合衆国や EU を中心とした西側諸国からの圧力を受け国際的にも孤立を深めた財政問題や経済不況が続く中 SNS などでの呼びかけで政権に抗議する一部の市民たちは 無言で拍手をしながら街を練り歩くなど、ルカシェンコ政権への抗議運動が発生し始めているが、反政府運動は徹底的に厳しく取り締まられている。しかしながら、経済不況ながらもソ連時代から続く富の分配政策や物価の低価格設定などにより、国民の生活は一応の安定を保っていることと、実質的にはルカシェンコ派以外が政権を担う力は、 ハイムであるため、アメリカ合衆国や EU が期待するのとは裏腹に、反政府運動も一向に盛り上がらないのが現状である。また、2014年には、ロシアとカザフスタンの提唱したユーラシア、連合構想に加わって、ユーラシア経済連合創設条約に調印し、ルカシェンコ大統領は、ロシアとある面では敵対しつつも連携し、中国、反米のイラン、 ベネズエラなどの中南米諸国などといった、非欧米諸国を中心とした国と、巧みな外交手腕で、経済援助を獲得することで、自身の独裁体制を維持している。ベラルーシは三権分立の共和制の国であるが、1996年に、ベラルーシ共和国憲法が改正され、行政の中心である大統領、任期5年に非常に強い権限が与えられている。 2004年に行われた国民投票により憲法の大統領職の参戦禁止規定が削除された。ベラルーシの議会は2院制で上院に相当する共和国院、ソベイ、リスプブレック定員64名と下院に相当する代表社員、ポラタ、プレットスタバイタライ定員110名からなる。議員は共和国院は 国内の6つの州ン民宿市の議会から8名ずつ選出、残り8名を大統領が指名する。代表社員は小選挙区制により選出され、任期は4年である。1994年以降、ルカシェンコが大統領の座についており、ヨーロッパ最後の独裁国家との批判を欧米諸国から受けている。アメリカなどの自由主義諸国との関係は良好ではなく、 アメリカがベラルーシに経済制裁を課したため2008年5月に国交を事実上断絶したジョージ・ W ・ブッシュ米大統領が定義した悪の数軸の中の一国である。当初はイラク、イラン、北朝鮮だったがその後拡大している。またコンドリーザ・ライス国務長官が定義した先制の前線基地の中の一国でもある。2012年9月には 代表社員選挙が行われたが野党はボイコット。全議席が親やるカシェンコ政党に配分され、自身の強固な独裁体制の維持に成功した。ベラルーシは現在ヨーロッパで唯一死刑制度が存在する国家である。非常に抑圧された国家の一つである。高齢者、未成年、障害者以外が職に着かず、半年以上未納税の場合。 平均月収ほどの罰金が課せられる。また失業者は、社会奉仕が義務付けけられている。公の場でのデモ、集会は厳しく規制されており、政治的な意見の表明や、政権批判、大統領批判をすれば、逮捕、拘束される。厳しい規制を逃れるために、ただ拍手をするだけのデモ活動を、拍手によって政治的な意見を表明したと弾圧し、 片手の参加者も拍手をしたと逮捕された。過去には、ローア社が政治スローガンを叫んだとして逮捕される事態が起きている。この片手による拍手逮捕は、2013年に、ルカシェンコ大統領とベラルーシ警察に対し、イグノーベル賞平和賞を受賞することになった。IMF の統計によると、2013年の ベラルーシの GDP は717億ドルである。数とあたりの GDP、カワセレートは7577ドルで、バルト3国を除く旧ソ連構成国の中では、ロシア14818、カザフスタン12843に次いで3番目であり、隣国ウクライナ3919の2倍である。1991年の独立後、 他の CIS 諸国と同様に市場経済化を推進していた。しかし、1995年に大統領に就任したルカシェンコは社会主義市場経済を導入し、社会主義政策を開始した。これに基づき、統制価格の導入や政府による民間企業への介入により、自国の製造業の保護に努める傍ら、 ロシアと関税同盟を結ぶなどの経済統合政策により経済成長を実現させた。しかし、1998年8月に発生したロシア財政危機に伴い、1998年から1999年の2年連続で悪化し、激しいインフレや生産の低下に見舞われた。2000年1月1日にはデノミネーションが実施された。以降は、 ロシア経済の急速な回復に支えられ順調な経済成長を続けているが2016年7月には再びレノミネーションを実施している。タイロ経済統合はロシア側に政治、経済的に大きく左右されること、ベラルーシ側に大幅な貿易赤字をもたらすなど問題があり、近年はロシアに自国の産業が脅かされるとの警戒感から、 経済統合政策は事実上停滞している。ただ、当分の間ベラルーシは、西洋型の市場経済からは離れ続けると見られているが、2011年に入り、国内の経済状況が極度に悪化しており、ロシアがベラルーシの吸収合併へ向けた動きを加速させている。2009年5月29日、ロシアのアレクセイ・クドリン財務省は、ベラルーシが近い将来支払い不能。 すなわち破産に陥るとの見方を示した。これは、ベラルーシが市場改革を行わず、ソ連型社会主義体制のままであることによる、天然資源にも乏しく、国家財政の基盤となるものが脆弱なのにもかかわらず、ルカシェンコ個人の趣味である、アイスホッケー場を多数建設させたり、食品や生活用品の価格に税金をかけず、逆に国の補助金で安く抑えるなどの法満財政を、 行っている。ただ、こうした政策を行っているからこそ、ルカシェンコによる独裁体制が支持されているという側面もあった。ルカシェンコ大統領は、体制維持のため、ロシアと EU を天秤にかけ、双方から経済支援を引き出す、したたかな外交を展開していた。しかし、この手法も2010年代に入ると、もはや通用しなくなった。まず、 2010年6月21日より、ロシアのガスプロムが天然ガスの代金未払いを理由に、ベラルーシへのガス供給の削減を開始した。しかし今度はベラルーシがガスプロムに対して、欧州向け天然ガスにおけるパイプラインの通過量が未払いであり、翌日24日の朝までに支払われなければ、欧州向け天然ガスの供給を全面的に停止すると警告をした。 これにより、欧州を含めた新たな天然ガス供給に関する紛争が生じ、ルカシェンコ大統領は、ロシアとの間で、ガス戦争が始まったと発言したが、6月24日に、ベラルーシ側が、未払い代金を支払い、ガス戦争は早々と終結した。しかし、ベラルーシとロシア間で強いわだかまりが残る結果となった。そして、2010年12月に、 ルカシェンコが4戦を果たした直後から2009年のロシアのクドリン財務省の予言通り、ベラルーシが経済危機に陥った。ロシア産石油、天然ガスの価格引上げと戦術したバラマき法案財政に耐えられず、外貨準備が底をついた状況になっている。ベラルーシ各地の両外所では外貨を求める人々の長蛇の列ができ、 物価高騰を恐れる庶民は商品買い占めに走っている状況となった。ロシア側はベラルーシの国営企業売却などを求めており、これによりベラルーシのインフラを掌握し、また通貨をロシアルーブルにすべきだという意見も出ており、ベラルーシをロシアに事実上吸収合併しようとする動きを強めている。過去にロシアに泣きついて頭など下げない。 ロシアの経済支援棚上げについてなどといった強気の発言を繰り返してきたヨーロッパ最後の独裁者と呼ばれているルカシェンコ大統領は崖っぷちの状況に陥っている。この状態を打破するにはルカシェンコが採用していたソ連型社会主義経済から完全な市場を経済社会へ向けた痛みを伴う大掛かりな改革が必要であるとされる。 ウヨ曲折の末、ルカシェンコ大統領が、ロシア主導のユーラシア連合への参加を表明し、その見返りにロシアは、天然ガスを特別割引価格で提供、また、ガスパイプラインをロシアが買い取る協定が結ばれ、ベラルーシ経済がロシアに掌握された格好となった。だが、国営企業で働く、従業員の賃金未払いや、工場の操業停止など、 深刻な経済状況は依然として続き、さらに、ロシアは、国営企業の民営化の遅れなどを理由に、ベラルーシへの資金援助を2013年に打ち切った。崖っぷちに追い込まれた、ルカシェンコ大統領は今度は中華人民共和国へ、急接近、中国との間で15億ドルの経済投資協定を締結、中国は、欧州進出の足がかりを得ることができ、ベラルーシは、 財政破綻を回避できた。同時期には、蘇州工業遠くに習ったも開設され、これにより、ベラルーシの軍事パレードでは、中国の後期がパレードカーになって中国人民解放軍も、ベラルーシ軍と共に更新し、中国製武器の購入や弾道ミサイルを共同開発するなど、経済的にも、軍事的にも密接な関係が続いている。ベラルーシの工業は、原油。 天然ガス、ソリゴルスクで採掘される岩塩、カリシオ、KCL に限定されている。原油だけは、自国内の消費量の数割を賄うことが可能である。農業では、麦類の生産に向く、気象条件から世界第4位、150万トン、2002年、の来麦を筆頭に、大麦、塩麦の生産が盛ん。春小麦の栽培も見られる。工芸作物としては、世界第5位。 三万二千トンであるマの生産が際立つ。工業は繊維業、化学工業、肥料が盛ん。用費の生産量は世界第四位、八万トンであり、カリ塩の採掘に支えられたカリ肥料の生産は世界第三位、三百六十九万トンとなっている。硝酸の生産量は世界第八位、八十八万トン。2002年時点では、 輸入90億ドルに対し、輸出は81億ドルであり、わずかに入庁である。主な輸入品は、原油、機械類、鉄鋼。輸入相手国は、ロシア、ドイツ、ウクライナである。ロシアとの取引が65%を占める。主な輸出品は、石油製品、自動車、機械類であり、輸出相手国は、ロシア、ラトビア、イギリスである。輸出では、 ロシアの占める割合は50%にとどまる。日本との貿易では、乳製品を輸出、全体の44%し、無線通信機器を輸入、全体の35%している。陸軍及び空軍、防空軍の2軍からなる国軍を有する。ベラルーシ国防省の管轄下にあり、大統領が最高指揮官となる。この他に、準軍事組織として、 内務省のベラルーシ国内軍とベラルーシ国家国境軍委員会がある。ロシアを中心とした集団安全保障条約に加盟しており、北大西洋条約機構には加盟していないが、アフガニスタンへのイサフ展開を支援するなど、部分的には協力を行っている。国軍は1991年の独立に伴い、旧ソ連軍を改編して創設された。 ベラルーシ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が1件存在する。ルカシェンコ大統領も自らプレイヤーとして足しなむアイスホッケーが非常に盛んで、ソルトレークシティオリンピックでは男子チームが NHL プレイヤーを数多く揃えるスウェーデンを破り4位に入るなど国際舞台でも活躍を見せている。NHL と並ぶ 世界最高峰のアイスホッケーリーグである KHL にはベラルーシのクラブとしてディナモミンスクが唯一参加しておりバンクーバーオリンピックにもこのチームから代表へ主力選手が多数選出されている2014年にはミンスクアリーナを主会場に世界選手権も開催される予定である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください